それじゃあ、そろそろ続き行かせてもらっていいかな。ええ、もちろんいいわよ。みんなも大丈夫よね。もちろんさ。きっと子猫ちゃんたちは私たちのことをもっと知りたいと思っているはずだからね。時間が許す限り質問に答えるつもりさ。ありがとね。それじゃあ次の質問。これからバンドを始めたいと思っているんですが、バンドやライブをやっていて楽しいと思うことは？っていう質問なんだけど。バンドもライブも楽しいことばっかりだよね。楽しくないことなんかないんじゃないかな。だから言葉にして言うのってはぐみにはちょっと難しいかも。それでいいんだよ、はぐみ。楽しさとは頭で感じるものではなく心で感じるものだからね。言葉にならないのは当然さ。私はバンドをやってると勇気が湧いてくる気がする。みんなと一緒ならできないことはないって思えるっていうか、そういう気持ちになれることって今まであんまりなかったから、それを感じられることが楽しいかもしれないですね。なんかさっきと違って結構まともなこと言ってる気がするけど、問題は心だよね。ねえ心、心がバンドをやってて楽しいと思うことは？私は全部が楽しいわ。だってバンドをやっていると笑顔になれるもの。やっぱそうくるよね、だと思った。けど笑顔になれるものってバンドや音楽だけじゃなくって他にもたくさんあると思うの。え？だからバンドをやりたいと思ったらやればいいし、違うことがやりたいと思ったら違うことをすればいいのよ。バンドが楽しいんじゃなくて、楽しいことの中の一つにバンドもあるの。バンドだけじゃなくていろんなことをしてどんどん楽しくなってたくさん笑顔になればいいのよ。だって楽しいことは世界にあふれているもの。心ってこういうところあるんですよ。突然真理にたどり着くっていうか。楽しいことは世界にあふれているか。タロハピにいるからこそその言葉の意味がよくわかるね。心すごいよ。はぐみが言いたかったこともそういうこと。はぐみバンドも大好きだけどソフトボールも大好きだもん。心ありがとね。はぐみ今の言葉一生忘れないよ。心、やはり君は私と同じ魂を持つ同志だね。今の心の言葉で新しい詩を思いついたよ。今までにないくらい儚い詩になりそうだ。っていうかみんな大げさすぎない？ま、私はこんな人たちと会えたのがバンドを始めて一番楽しいことかもしれないですね。なんだかんだ結構どっぷりハマってます。さすが笑顔にこだわりのあるハロハピならではの言葉って感じがするな。本当にみんなありがとうね。そうしたら最後にこれからバンドや音楽を始めようとしてる人に向けてメッセージをもらいたいんだけど、カメラ回すね。はい、お願いします。これからバンドを始めようとしている子猫ちゃんたち、バンドも演劇も見ているだけでは楽しさの半分しかわからない。参加してみて初めて真の楽しさに触れられるんだ。かのシェイクスピアもこう言っているよ。何もしなかったら何も起こらないとね。この瀬田薫がついてる。ぜひ自分のやりたいことを始めてみてもらいたいね。もし一歩を踏み出す勇気が出なかったら、ぜひこのおまじないを唱えてみてください。ハピネスハッピーマジカル、きっと勇気が湧いてくると思うよ。頑張ってね。最初は楽器ができなくても全然平気だよ。音楽を楽しみたいって気持ちが一番大事だもん。全力で頑張れば絶対うまくいくよ。あ、けどお腹が空くとダメだからたくさんご飯を食べてね。おかずには
おすすめ。まあ大変なことも本当にたくさんあるけど、バンドをやって後悔はしないと思いますよ。これは私が言うんだから間違いないです。ただ着ぐるみを着てやるのだけはおすすめしませんけどね。私はバンドがやりたいならすぐにやったらいいと思うの。悩んでる時間がもったいないわ。今日は今日しかないんだから、最高の今日を過ごしてほしいわ。みんながやりたいことをやったら、笑顔がどんどん広がって、きっと世界中が笑顔になるわね。だからみんなも私たちと一緒に世界を笑顔にしましょう。それじゃあ行くわよ。みんなも一緒にハッピー、ラッキー、スマイル。